ナイフ・ビン・アブドゥル・アジーズ・アール・サウドは、サウジアラビアの政治家、元皇太子験副首相兼内務大臣。1934年に、サウジアラビア西部のタイフに生まれる。1952年に、リアド州副知事に就任し、政治家としてのキャリアを歩み始める。翌1953年から1954年まで、リアド州知事を務め、その後は、 マディーナ州知事を務めた。1970年に内務副大臣に就任。1975年3月、ファイサル国王暗殺により、ハーリド皇太子が国王に即位。これに伴い内務大臣だったファハドが皇太子兼第一副首相に昇格したため、ナイフは公認の内務大臣に就任した。2009年3月27日、 病弱なスルターン皇太子の補佐役として内務大臣と兼任する形で第二副首相に就任した。第二副首相就任後、ナーイフはアブドゥンラー国王やスルターンが欠席した際には評議会議長を代行するようになり政治的影響力を増していった。2011年10月27日、スルターンの死去に伴い内務大臣と兼任して、 交代試験第一副首相に就任した。ナーイフは、白血病、骨粗しょう症、糖尿病などの病気を患っていたとされ、2012年3月に休暇の名目でモロッコに向かい治療を受け、アルジェリアに滞在した後、4月に帰国した。5月26日、治療のためスイスジュネーブに向かい、療養中の6月16日に死去した。ナーイフの死後、 アブドゥッターは、カスイム地方空港を、ナイフ・ビン・アブドゥル・アジーズ空港と解明した。父は、初代サウジアラビア国王アブドゥル・アズーズ、イブン・サウードで、ナイフは、第二代国王サウードから第七代国王サルマーンまでの歴代国王と兄弟の関係にある。ナイフと、第五代国王ファハド、元皇太子・スルターン、第七代国王サルマーンは、 初代国王と国王が最も長愛したスデリー家出身の発作人の間に生まれた7人の男子を指すスデリーセブンと呼ばれる同母兄弟である生前20人の子供を設け次男のムハンマド・ビン・ナーイフは内務省で長年にわたってナーイフを補佐ナーイフの死後に副皇太子権第二副首相権内務大臣に就任しているナイフは保守的なサウード家の中では 現実的な人物として評価されており、2001年11月には、それまで、夫や父親の名前でしか登録できなかった、女性用 ID カードを、女性の名前で登録できるように法律を改正した。また、交代死就任後には、公共施設での男女婚欲を禁止する法律の撤廃を指示するなど、サウジアラビアの近代化に努めた。一方で、2003年には、 今後二千十三年までの間に外国人労働者とその家族の人口がサウジアラビア全体の二十パーセントを超えてはならないと命じたほか二千九年には女性に選挙権を付与する必要はないと発言するなど保守的な主張、政策も実施している二千二年九点一一テロはシオニストによる陰謀と主張してアルカアイダの総統に消極的な姿勢を示したため アメリカから非難を受けた。これに対し、2003年7月に、アメリカのチャールズ・シューマー下院議員が、バンダルビン・スルターンに対し、ナーイフを内務大臣から解任させるように圧力をかけている。ナーイフは、その後、2003年から2006年にかけて、アルカーイダ撲滅のための相当活動を指揮した。ありがとうございます。